フムロンは、成熟ホップに含まれる苦味化学物質の一つである。フムロンは、ビールに特徴的な苦味を与えるアルファー酸として知られている、化合物群の一般的な物質である。構造的に、フムロンは三つのイソプレノイド即差を有する、フロログルシノール誘導体である。二つの即差は、プレニル元であり、一つは、イソバレリル元である。醸造過程の間、フムロンは、 シス並びにトランスクリプションイソフムロンへと分解する。これらのアルファーさんは沸騰過程でも残るが数多くの酸化誘導体が生成する。これらの ISO アルファーさんは醸造過程における pH レベルでフムロンよりもかなり安定である。フムロンのシス並びにトランスクリプションイソフムロンへの異性化フムロンはイソバレリルクロリドを用いた1、2、3、 テトラヒドロキシベンゼンのアシル化によって合成できる。続く一ブロもマイナス3メチルマイナス二部点を用いたプレニル化によって、フムロンが得られる。C6H24 に CHCH2 ココル。C6H4 コックに CH2C6H4。コックに CH2 に CH2 y と RC4。H7C21H30O がホープにおける。 フムロンの生合成は、イソバレリル COA1 ユニットとマロニル COA3 ユニットを、基質とする、フロロバレロフェノン合成酵素の反応によって、開始される。この変換により、サンメチルマイナス1ブタンマイナス1オンが得られる。次に、レオキシキシルロースケールから得られる、ジメチルアリル2リン酸によるプレミル化により、フムロンが生成する。 アイソバラール c o a 3 0ニル c o a 4 c o シ3 c o 2 3メチールマイナス1ブタンマイナス1ワン三メチールマイナス1ブタンマイナス1ワン2ダマップ c 2 1 h 3十五5これまでの研究からフムロンは抗菌抗酸化シクローキシュケナーゼマイナス2素外活性を含む様々な生物活性をインビトロで示すことが明らかにされている ありがとうございます。